ブンブンハローと戦う者は、その過程で自らもブンブンハローとならぬように気をつけよう。YouTube を覗くとき、YouTube もまたこちらを覗いているのだ。どうも。フリードリヒ・ニーチランチです。サブチャンネルで言ったんですけど、僕の灘高校時代の友達で、今井っていうやつがいて、まあそいつは東大に現役で受かって、その後ストレートで三流して東大を辞めさせられたっていう経歴の持ち主なんですけど、その今井が、ついに YouTube の自分のチャンネルを作ったっていうことで、今は登録者が4200人ぐらいいるみたいですね。ちょっと動画を見てみますか。動画タイトルは今井とうちで踊ろうです。今のが最初の動画で、今井とうちで踊ろうってやつです。で、最新の動画がこのポケモンのペーパーシアターをやりますっていう動画なんやけど、これがなんと2時間半あります。めっちゃしんな臭い。気持ちいい。しんな気持ちいい。しんな捨てる時が一番いいやな。まあこんな感じで今井チャンネルはほっといても伸びると思うんですけど、まあ、最近ね、今井チャンネル以外にも灘高卒の YouTuber がブーム化してまして、まあ、知ってる方どれぐらいいるかわかんないんですけど、まあ僕やっぱり灘生なんで、周りの同級生からの情報とかで、またこの人が始めたらしいみたいな感じで、情報伝わってきてるんで、ちょっと今日はね、皆さんに灘高 YouTuber 戦国時代ということでね、その戦国を司る灘高 YouTuber 界の王ベテランチがですね、灘高 YouTuber 紹介していきたいと思います。まず一人目、こちら。マイティーソウ、4700人ですね。まあ、彼は、灘の2個下の後輩なんですけど、僕が始めたのとちょうど同じぐらいのタイミングで YouTube 始めてて、で、僕より先にバズったんですよ。で、そのバズった動画がこの、灘 OB による灘高基準の学歴ランクっていうこの動画がありまして、で、これをちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。おー、おしゃれな。マイティーです。この間2ちゃんで灘高校基準の学歴ランクという数量を見つけるのも、正直なんか違和感がある内容だったので、僕が独断と偏見に同級生の意見、まあランク付けしてはいるんですけれども、まあ灘の中で成績がこれぐらいだったら、ここに進学するくらいの、ほんまのランクっていうのじゃないからね。よろしくお願いします。人としての価値が決まるとかじゃないから。目怖いな。 SS ランク、東京大学理科。よっしゃー。よし。ああ、10人から15人ね。俺の学年は18人受かりました。京都大学医学部。教員は理三に次ぐ難関です。まあまあね。阪大医学部、慶応医学部。この4つに進学する。目怖いな。全然瞬きしてないな。上位に。まあもちろん殺す顔してんねんな。興味ない人は受けないんで、まああくまで必要条件やと思う。こんな感じです。まあ、マイティ君は結構大学が忙しいみたいで、更新頻度が週1ぐらいなんですけど、まあ、結構動画とか編集しっかりしてて見やすいと思うので、ぜひ見てみてください。で、マイティ君は2個下の後輩なんですけど、マイティ君と同期の愚かな三郎夏ミートっていうチャンネルがありまして、こちら。愚かな三郎夏ミート。登録者446人ですね。この辺になってくるとやっぱ、プンプン低編集がしてきますね。ちょっと動画見てみましょうか。あいつはあいつは可愛い。年下の浪人生。どうも、アルガナサンロキャンディーズです。意味がわからへん。今回は、まあそもそもですね、まあ相対的に夏を重要視しすぎてるということ自体ちょっと問題ない気がしますけど、あんまり良くない。髪型も、フォントも、ヘアも、喋り方も全てがやばい。それはさておき。やってますね、こいつは。結構ね、灘にいた時から、ベテランチさん、ベテランチさんって言って、仲良かったんですけどね。仲いいからと言って、この動画はちょっと認められないですね。これやばすぎ。この動画見たら、愚かな三郎夏ミートはですね、自分の動画を客観視して見直してですね、喋り方、台本見直してください。愚かな三郎夏ミート面白いんで、もう一本見ますか。東京大学に、絶対合格するぞー。
わからへん。何？どうした？長い長い長いなオープニング。七個落ちこぼれあるある。企画俺の企画パクってるし。2個上の一つ目のあるあるいきたいと思います。同じ落ちこぼれでもかなりピン切りがち。弱いな弱いな。同じ落ちこぼれでもかなりピン切り。いえそうやろうとしか思わんもんね。多分そうやろうってなるもんね。まあ、今の動画見てもらったらわかると思いますけどね、愚かな三郎夏美と彼本物です。僕とかとはレベルの違う本物の灘高校のこのね、灘高校にしかいない人材なんで、ヤバさを楽しみたい人にはおすすめのチャンネルだと思います。次が、チャンネル栗林さんです。193人。この人は僕面識ないんですよ。で、年が僕よりちょっと上で、僕が灘の68回生なんですけど、栗林さんは62回生らしくて、だから僕の6校上の先輩なんですね。で、彼は今現役で理3にいらっしゃって、もともと東大工学部にいたんですけど、東大工学部卒業して、理3に入り直して、今2年生かなっておっしゃってましたね。もともとその方が僕灘っていうのを YouTube で見るまで知らなくて、なんか理3に再受験の人がいるらしいっていうので、もともと変わった人やなと思って知ってたんですけど、まあ、変わった人やなと思ったら、灘の先輩やったっていうね。ちょっと動画見てみます。動画のタイトルはこれです。僕ね、灘高校出身なんですよ。今日は YouTube 界で一番今勢いのある灘高卒業生 YouTuber、ベテランチさんに一言言わせてもらうことで、便乗して人気を得ようという企画です。おい、ベテランチ、お前さ、灘高校卒業、東大医学部全部俺と被ってるやん。でお前の動画ちょっと見たけどさ、ほんま面白いな。全部見てる。正直俺が YouTube 始めようかなって思ったきっかけの5割ぐらいはお前の YouTube が面白かったから。まあ灘の先輩やから先輩口調で喋りかけてきてるんですけど、まあ、現実であったらやっぱ後輩なんで後輩らしくしますけど、 YouTube の上では底辺とちゃんとした YouTuber っていう関係なんで、敬語使ってほしいかな。うん。まあでもね、僕で売名しようとするこのベテランチという名前を使って売名しようというこの心意気、これ素晴らしいですね。こう応援していきたいと思います。ただ一つ言いたいんですけど、このわけわからん倉庫みたいなところで YouTube 撮るのはやめてください。見てて不安になるんで、これどこ住んでんのかなっていう気持ちになるんで、これやめてください。まあでも敬語使ってほしいっていうのは冗談としてね、同じ理3なんで、理3で顔出しで YouTube をやるというこの恥ずかしい行為にね、手を出してるという時点でね、心が通じるものがあるんで、頑張ってほしいなと思います。わざわざ理3生が YouTube やらないでしょ、普通。なんかどっかね、価値観がバグってないと、普通はやらないですからね。で、今日紹介ここまでしたのが、今井と後輩2人と先輩1人ですね。で、あと2人います。いっぱいいるでしょ。びっくりしますよね。これ2個下、3個下かなの後輩、しがない数学とくんですね。灘から岡大に行った男の自分語り。まず僕の自己紹介から始めるんですけど、僕は灘中高で、灘で6年間過ごして、そっから岡山大学の理学部ってとこに現役で入ってるんですけど、いいですね、ここで、おってなると思うんですよ。で、今、その、偏差値調べたんですよ。で、灘高校の偏差値が、これが信憑性あるかどうか分かんないんですけど、偏差値が79って書いて、そんなことある？かわいいな、お前。79とかあるんかな？かわいいぞ。分からんもんですけど、高校の偏差値。この子いいですね。顔がかわいいです。灘生のなんかいいところが出てますね。今日見てきた中では、一番好感持てるかなって気がします。まあ、普段はね、数学関係の動画上げてるみたいなんですけど、頑張ってほしいですね。ということで、ここまで、後輩と先輩、いろいろ5人紹介してきたんですけど、最後の一人、これ、バケモンがいます。この子ね、これ、バケモンです。見てみましょうか。まず、チャンネルがですね、M ブロッコリーの
マッスルイングリッシュ講座です。チャンネル登録者213人。これ何かっていうと、ナダの柔道の M という現役の先生がやってる YouTube チャンネルです。この人ね、筋トレがめちゃめちゃ好きで、めちゃめちゃ明るくていい人なんですけど、まあ、動画がやばいんでちょっと見てみましょうか。This is M Broccoli Channel. Let's go. What's up? 今回はですね、背中のトレーニング、3種類紹介したいなというふうに思います。それでは早速いきます。一つ目です。ちょっともう一回オープニング見てもらっていいですか。Hey guys, this is M Broccoli Channel. Let's go. What's up? 何このサングラス。てか体すごいな、ほんで。ムキムキやな。まず、今回は、まあ、ボディメイクにおける。これがね、日体大ですよ。この先生、なぜか、M ブロッコリーのマッスルイングリッシュっていう名前で、チャンネルやってるんですけど、この先生、英語できないはずなんですよね。この先生、柔道だけじゃなくて、保健体育も教えてたんですけど、一回、灘に、イギリスから留学生が来たことがあって、で、その保健体育の授業をイギリスから来てる留学生も聞くから、英語で授業しないとあかんってことになったんですけど、この M ブロッコリー先生が、英語が喋れへんから、どうにかして授業しようとして、まず授業始まって瞬間、いきなり、性教育のビデオを1日流すっていうのを、Today we watch the video みたいな感じでこう説明しまして、まあ、前にプロジェクターを使って、性教育のビデオを流しまして、で、授業が50分じゃないですか。ちょうどそのビデオが45分ぐらいあるビデオで。で、ビデオ見終わったらもうそれで終わりなんですよ。で、ビデオ終わって、で、そのイギリス人の留学生に一言だけ拙い英語で、Please use condom って言って、で、その日の授業終わったっていう、名物教師というか、ふざけた先生なんですけど、まあ、そのね、M ブロッコリー先生が、Hey guys, this is M ブロッコリーチャンネル。ということでね、いやー、最後のこのインパクトがね、強すぎて、最初の方覚えてないかもしれないですけど。まあ、今井と M ブロッコリー先生を入れて、6人の灘高 YouTuber を紹介させてもらいました。僕以外にも灘卒 YouTuber いっぱいいるんで、好みのチャンネルあったら登録してみてください。では、次の動画でお会いしましょう。バイ。